大きはダメ、大きはダメです。黒いワン対その他行っていきましょう。ワンピース T は黒いワンさんが取っていいかな。
よし、それじゃあそろそろやりますよ。まあ途中参加もありでいいかな今日は。どうもこんばんは。今日は、関西から帰ってきた黒岩さんが、滋賀県さん以外に勝ち越してきたみたいな、そんな感じだったっぽいんで、2日間しか行ってない。2日間、どことどこに行ったんですか。日本バス体制、あ、パスカ。パスカはあれっすよね、てっぺくんがあっちっすよね。サードで。あ、なんかてっぺくんがいろいろ集めてやってるという話を聞いてます。意気込み、あ、そうっすね。はい、ワンピーツーピーどっちがいいかね。いや、皆さん、皆さんはライフ1個です。ですが、いや、勝ったら喋る権利をあげますんで、マイクを使って喋って OK です。まあ、この程度かと言ってやってください。で、黒岩さんの残機はやっぱり3つで、あ、ソースが持ったわ。遅いですよ今日。黒岩組っていうのありますんで、あ、皆さん OKOKOK ってことはライフ4つぐらいの方がいいかな。それでは配信台はこれでストップで、すいません、お願いいたします。先方は誰が行きますか。今日は黒いワン組手です。片側黒いワンかける4にします。4だったらいいですよ別に、どっちでもいい。 どっちか本人に決めてもらう。まあというわけで全員集まらなくても結構ですが、俺が行くって言って入ってってもらいたいですね。先方行きたい人、先方行きたい人いない。デレローさんが行く。ワンピースで決まったら、行きますんで始めます。クライオンさん今トイレ。初も何も相手今日黒いワンだけなんで、相手は今日黒いワンっていうプレーだけなんで、はい、先に行きます。じゃあ先で、わかりました。あとはもう黒岩さん待ちで、少々お待ちください。配信はどうかな、ちゃんと見えてますか。今テストモードだけど、あ、ちょっとテストモード抜けてもらっていいですかね。そしたらあざーす。誰が出るかな。この中で黒岩さんに勝ち越してるのはおそらくヒデ君だけですね。セピン、じゃあ9連敗ね。あ、任せる、どっちがいいかな。キャラクターは自由です。で、黒岩さん、あの人数増えたんで4機持ちで、4機ね。では、先方、じゃあもう始めていいですよ。50円入ってるんで、はい、要塞さんですね。任せる。なんか津田沼でやってらっしゃるという要塞さん、初参加。あ、バルログだったの。
へえ。さあ初参加、あっと先手を取ったぞ。おーいちょおー、これなー。さあコンボが前、まあ、ホンダ同キャラではないんですよねこれね。大いちょうあるなしで全然違う。遠距離戦は S ホンダの方が有利っていう人もいるぐらい、しかし近距離戦は圧倒的に X ホンダです。若干も性能も違いますからね。さあローサインさんは S ホンダ使っている。食らって大いちょう、小足強弱ですが繋がらない。さあどうなる。さあというわけでクロイオンまずは一勝。今日結局今のところ17名中、あ16かいますので、次行きたい人 OK。 デレローさん、はい、勝った方が今の連戦だよ。あ、連戦。え、ヒデ君が勝ってもヒデ君座ったまんま、座ったまんま、そりゃそうですよ。さあデレロリュウが客観からやり込む、あっとこれは、あーこのワンちゃんがねあーですよ。あれは画面は相撲、音がリュウ、マジで、え嘘、マジで、何音が違う、あれどこで切り替えるんだっけな。じゃあちょっとこれ喋ってて、クロイマンさんが、音だけが CPU 線っぽい、どっかの筐体か、そうすると、はい、行きたい人行ってください、行きたい人、はいどうぞ、いろはさんが行く、
さん殺さない殺さない、あのこれは一旦1ラウンド負けてもらって、なるべく延長、延命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 、あ、はい、あ、あ、聞こえますか、あ、マイク、マイク来ましたって、はい、すいません、もう大丈夫だと思います。大丈夫そうですかね。改めて、はい、では、行きたい人、行きたい人行っていいよ。はい、誰が行く、誰が行く、今日は黒いワン組で、黒いワンライフ4つです。完璧、ありがとうございます。お、宮健、さあ、宮健、もうライフ4つっつっても3つしかないから、そうですね、いろはさんが仕事をしてくれました、ありがとうございます。黒いワン組手、黒いワンさんのライフは4つで、いろはさんがさっき、おお、いいコンボ、あれーだーだ、はいはいはい、おー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 、これは皆さんあるよ。さあ、クロイマンさんのライフはあと3つです。4つ持ちでしたが、いろはさんが倒してくれました。さあ、飛び込みを、それもやる気を見せてきましたね。あ、そうですね、1ラウンド目が嫌な取られ方したんで、うん、まあぶっ込んでいくと、うまい、とりあえず距離は離すと、しかし玉よけうまいです、このホンダ。玉よけうまいっすよね。玉よけうまい、張り手が結構どっからでも出てきやすいっていう感じで、最近結構まあ張り手関連かなり練習してるっぽいので、なるほど、かなり、うわー来た、張り手から黙ってるよね、それで掴んでもう一丁ダービー、これも無理まあ厳しい、いいとこ見せましたけども、まあそうですね、1ラウンド目は良かったですね。グリニー、グリニー行く、グリニー行っちゃう、フェイロンとは限らないから、はい、へえ、ああなんか優勝してたんだっけ、去年末は、はい、グリグラ永田正月チームが優勝してたような気がしますね、そういえば去年の年末、なるほど、ね、あああれか、さあレック組みてどうなる、まあ、あれがあるからフェイロンはきついんですよね。そうですね、さあ刻むも刻むもひたすらガンガード、それでいいと、そして大頭突きで、うまっ、うまいな今の、あー来た、あー痛恨のミス、コンボミスったというか迷ったんですよね今、どう、今のはどう迷ったんですか、近距離中盤から生劣化しか入んなかったかもしれない、あーなるほど、多分支援は入るんですけど、支援だと、はい、ちょっとね、あせっかく、はい、1試合に1回しか来ない巡りチャンスがっていう、そうですね、さあ取り逃がした魚は大きい、でかすぎる、魚拓取っとけばよかった、だっちゃ、うまい、投げる、おお、冷静冷静冷静、2択2択2択で3つ通しましたからね、すごいっすね、 12.5% やるよ、さあさあ黒岩さんとしては多分これで気が引き締まるでしょう、そう、ただでは死んでくれません、いやそうですね、黒岩さん小物道で、はい、まあのザマではあったんですけども、別に弱いわけじゃないんで、いや全然弱くないっすよ、全然弱くないんで、トッパンから支援、これは2択、グリニーが、さあこうなると本題行かないといけない、おお、大頭突きは予定で、さあこの緊迫のあと25カウント、トッパンがあるので張り手もちょっと使いづらい、これはグリニーだ、あそのままそのままそのまま、おっと、さあもうライフ 2つしかないですよ、あこれ全員回るまでに黒岩さんがライフいくつ使うかっていうやつですね、あ逆に逆に、あいいっすね、そうしましょう、ルール変更、黒岩さんのライフ4じゃなくて無限で全員1体倒すまで永遠継続です、お焼き鳥さん、お焼き鳥さん、今日は黒いワン組手やってまして、
黒岩さん 2P が固定で、キャラ何でもいいんでしたっけ、何でもいいよ。で、あの黒岩さんが勝つまで永遠と 1P でやるっていう感じ。全員死ぬまで、全員死ぬまで。永田翔がつくみてで、ね、それ昔やったことあるんですよ。はいはいはい。そしたら千春くんが、あ、なんかかなり3年ぐらいしたんですよね。そうですよね、かなり前ですけど、あれはもう3年ぐらい前になるんですかね。そうですね、結構前の話ですよね。さあグリグラが寄ってくるが、ガンガード、いや、まあガンガード OK ですからね。あーですね、やっぱりきつい。さあ誰が行く、誰でもいいですよ、我こそはという人、はいどうぞ。エロモン君、まあ竜使いは頑張ってもらいたいですね。そうですね、ただこのね、ホンダはね竜戦超やってるんで。さあエロモン竜、さあここでまだ出てない人、はい、あの早めに行った方がいいんじゃないのっていう人がいますので、まあまあまあそうですね。あの皆さん老試合も大事ですけれどもあの自分の出る順番考えておいてくださいね。さすがにそろそろ自分出ないとっていう風なねのもありますんで、あるよ。さあエロモン竜が今のシャガチューパンは入りたいようでバッチリ。さあいいシャガチューケ、うん、この内野手は別にガードされても、キャッチガードが出なくても OK。 あぶね、あとやばいぞ、死んだか、あ、やばい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 、あ、やべべべべ、バックジャンプ入れ込みですね、ホカゲーゼですね。あーやばいぞ、2ヒットいて、あの2ヒットきついんだまだ。そうですね、さあ張り手削ってだー、突っ込んでくる、期待値の塊どすこい。さあ誰が行く、誰が行く、どうぞ。まあ、さあなんだかんだね2勝ずつは絶対してますんで。そうですねさあ今日朝一の抽選に漏れてしまった廃人竜が登場。やばい、よく台足出した。あい、さあ本田苦手は師匠譲りか、あだえ師匠誰、師匠川又さん、別に苦手ではないですよ。まあそうなんですよねあーあーやばいぞー、お最近ねああいうとこ本当もう打つって決めて打ってくるんで、はい、怖いですね。まあそうですね、割り切りがねこのゲームマジで強いんですよ本当に。攻めしたくなくなりますからね、ぶっ破力が本当に強い、うん、まあそうですね、ガードされてホンダだったらおかまげにしか入らないこけないこけても、うん、安い、よく出したリバーサー中小流でしたね。だーい、あっ、おおうわー、中小流、いや、強小流、あ、強か、そうなるんだ、うん、しかし波動打った、打っていいの、どうする、おー、打った、だなるほど、今の張り手やばかったですね、今のはうまいっすね。あれ、竜側が今シャガチューパンやったらどうなります、さっきの最後のあの張り手で死んだ部分で竜側がビタで中パン、シャガ中パン置いたらどうなりますか、あれ場合があって、先端同士じゃないと、はい、竜も勝てないんで、あーなるほど、まあでも結構は1以上にはなるかな、ホンダ、まあじゃあそうすると次のラウンドにっていう可能性はあったと、うん、さあここで小江戸ですね、はい、まあベガホンダかなりベガ側が強い、ベガ側がかなり辛い組み合わせにはなっている。いや、この組み合わせは小物道で見た、はい小物道はえらいことになってましたからね。あれね、あれ見ました見ました、全部見ましたよ、あれやばかったよマジで。あれね、ミドルがやばいんですよ本当に。いや、あのね、捕まんないのがうますぎた。あ、そうなんですよね、ミドルとかじゃなかったね、捕まらなさがね、ほんとすごい、おだー、見られた。さあここで調子乗ってきましたかね。そうですね、
まだ出てない人、カーシもいいよ。もう8時半過ぎてるけど、長州が行く。俺の出番だ、長州シャン。さあ動物落とし勢の長州シャン。あ、カーシム張り手と弱ハードを相打ちは本田が美味しいですね。いい飛び、いやあれ美味しくないんですよ。あ、ん、まあ、ダメージになってるんだけども、はい、逆に、あ、そんなになんかね、やっぱ離れちゃうんで。ああ、そっか。で、のけ取り時間は波動拳の方が圧倒的に長いじゃないですか。はいはいはい、スローもかかりますし、スローかかると見られますからね。うわ、減る。さあ、長州がこっからですね、端っこにまで行ったが、うまい、まあ、わあ、よく振った。技ジャンプ強パン、おっと出ないぞ。あ、これやばいぞ。あー、張り手だー。今中頭突きに見えたけど、今日ちょっと遅くなかったかな。さあ、さっきと同じ開幕からスタート、空対空。あのマイジャン大パンやばいんですよね、判定が。あれは直接ホンダが勝ちに行こうとしても無理ですね。はい、はい、いやー、いい連携で画面を押す、ラインを上げていく。ライン自分で下げてますけど、ん、バックジャンプペンプ自分だいぶ下げてますけどライン上げたはずなんだけどなあ、でこっから、はい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 、またライン上げて、あ、踏んだ、おいしい。ジャク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 、いい飛び、水ジャンを見てから前飛びですね。わー、おっと長州が、おお、ヘル、あー、ダメか。さあここでライフ3つ消費ですね。そうですね。お、小手君も、小手君も後で来てね。今日黒いワン組みてるから。さあ黒いワンさん、長州さんには2体目。おいちょ、仕込んでやる。僕そろそろ出ようかな。ん、僕もそろそろ出ようかな。了解です。ダーティービー、わ、仕込んでる。いや、まあまあ仕込みどっちで、仕込みやんないとね、まずいですね、あれは。ガードしながらね。さあ、しかしやりに行く。これが長州クオリティ。うわー、するでー。なんか逆転してる。あ、あ、長い。逆、逆 TBS あった。ナウ、はい、あ、ぶね。今のは危なかったっす ね、 すね。今のはちょっと難しいっすね。どうする、どうする。波動拳が続いてる間はペンペースだが、あんまそうも感じないのが。そうですね。いやー、減った。根元からの勝利はやはり減る。さあ、おお、うまっ、今のやばっ。ゴッツァンからのハジック M、 あとは勝利かする。カスヒットだったからあんまり減らない。さあ勝負だ。最後まで打っていく。いや、大事ですね、強気な波動。クルナクルナ波動じゃなくて、ぶち当てるための波動みたいな感じにがね、しましたね、今のは。だとね、そこむずいですけど、おっと、はい、掴んでくる。これはイラつく。そうですね。あっ、あっ、あれカバーしちゃいましたね、今。そうですね。ゴッツァン、ゴッツァンのだー、張り手を割っていく。いいラインの押し方、そして後ろに下がるスペースも作って。さあ、ちょっと張り手の精度が若干難しい。これはだー、レッパー、マジでガチャガチャしたんじゃないの今。おーい、マジか。いや、今、いやいや、あの、クライマーさん、あの、ブートです。ライフ無限なんで。ライフ無限なんで。さあ、果たして黒岩ホンダは何体引きずり出されるのか。まだこっから強いやつ出てきますからね。そうですね。まだこれ序章ですからね。大将だけ、うわー、うまい !11 にしようか。ん、大将だけ11にしようか。大将は 11？ うん。大将戦はもう、ガチ。一発で終わり。じゃあその一本の重みすごいな。大将引いてくるんですよ。僕ですかね、やっぱ。あ、全然いいっすよ。
いや、なんか僕全然大将一発勝負でもいいんですけど、なんかどれくらいいけるのかなっていうのもちょっとやりたかったかもありましたけど他にいないよね、見渡しても。さあここで、はい、そろそろ喝采。そうですね、今週初めての2連勝ですからね。そうですね。あ、不満ない、うまいな玉よけ本当に。さあオカマが当たらない距離で波動拳踏んでしまう。さあ長周ペースでことが進んでいくか。あー、TK いって、まあライン上げますよね。で踏んでしまう、ね、出るの。あおい、あああれは場所的には悪くなかったなんかすごい顔してるんですけど客観がうまかったんですよ、はい、タイミングを選んでたので。はい、さあやばいぞ。あの場所でやると、はい、あの1、2の3、4、5だけ。あー、なるほど、ところなので一番いいですね。あ、そうですね、3、4、5手りは一番熱いですね。うおっと、圧力、ここは無理くり投げれた。はい、さあ黒岩やっと一息、誰が行く。お、福山さん行く。さあ福山さん、この前の V3 イベントで篠本田戦すごい試合してましたからね。4月、平成最後の V3 イベントの時の篠本田との試合、なかなかひどかったですからね。さあああいう形にならなければいいが、対するは黒岩本田。福山さんは、はい、なんか本田さん結構こだわりあるっぽいんですよ。あ、そうなんですね、うん、じゃあちょっと見どころですね。そうするとさあにじり寄ってくる。さあさすがにこれは飛べない。ここで連数差、詐欺飛び昇竜仕込み、連携で押し返すやつを、はい、使いたいんですけども。ああ、その前に落とせなかった。あれ今の大ゴスした後になんかガードになったじゃないですか。あれ弱小イル入れ込めますかね。もちろん出ます。ですよね。まあ技が出ないタイミング1振れだけあるんですけども、はいはい、そういう高さじゃなかったんで大丈夫です、ね、あー了解です。1振れだけ出せないんですね。技と技の隙間は1振れ開いちゃうので。あ、そうかそうか。さあにじり寄ってくるあーさあクレタスごまかした。ごまかす、ちょっとつかめねえか、ちょっと大丈夫か大丈夫か。あーだ、セーフ、まだあるぞあるぞ、これはあるぞ。あるぞっていうかもう普通に有利な状況ですよね。まあそうですね。さあこれは波動、あ、生真空から波動拳、あれ、あー、ねえー、そして長州で締め。そうじゃないよね。まあこうじゃないですね、多分、ね、多分福山さんの思い描いてる本田戦はこうではないでしょうきっとでも動きがこうなってしまったと。痛い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 、あ、やばいぞ、勝利出ない。相打ち、相打ちは竜巻か、竜巻確かに相打ちになりますね。はい、だるいですね本田としては。そうですね。さあどうなる。さあ黒岩さすがの動きだが、やはり玉でこけるのが、うわっと真空対空かすったが、あ、踏んで、これは大チャンス。これはきつい、ゲロきついですね。どうする、波動もうガードできない。どうなる、あ、ワンチャン力、どうなる、勝負。あー、うまい、竜巻クソ技さあ福山が一勝、なんと。さあこれね、これね、福山さんね、一回勝つとね結構乗るタイプでもあるんで。さあどうなる。さあ 6期目です。6期目、はい、結構削られましたね。そうですね、やはり本田は4体だと厳しいのか。でもまあ竜本田ってやばいですからキャラさん。まあですよね。さあやばいやつピオリーチよくバイアウった、おいしい。そう、さあこれも竜ペースですね。そうですね。しかし、あ、あ、うまいカラジャンプ、おいちょ張り手で超削って、あ、今のカラジャンプもうまいな、ね、あーやだ、あー、にじり寄ってきた、たまらされましたね今のは。そうですね。さあ誰が行く、マキリが行く、マキリ剣。
相打ち。さあこれ惜しい。さあ剣の方が X ホンダは嫌っていう可能性があるんですね。あーうわー、 うわーやばいやつ。繋がらないと見て張り手をガードしたら我慢しないと。はい、やんなことないっすよ。やばい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 。だー前に歩いたのか。ケリンでオカマかな今の。いやそんな速さじゃなかったけど、あの技遅いからね。まあですよね、柔軟でかかってますから。そうですよね、結構時間かかりますもんね。やばいやばいやばい。あー期待値落ちる。だーはいはいはい。ちょ痛い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 。でででででだー冷静。さあ黒岩ホンダがやっと乗ってきたか。やっと乗ってきたところでまた止められるというこのルファイラル。さあ誰が行く、誰行く、どんどん出ないとあれですよ。今出てないのがバイパー、ヒデ、ユッキー、トモザ、二回転、焼き鳥カーシム、コテ。さあ2回戦バイソン。さあここで2対3のバイソン。はい、バイソンホンダはなんか結構いい組み合わせのような気が違かったらしいません。これねでもね、あの玉島さんとねすでにやってるんで。そうですね、うん、やらしい連携はもう常に知ってると思うんで。あーやばいやつ。やばい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 。あまあ見てからいや分かる、この人の反応のことは見てから今日の気がしてしまう。まあ黒岩さんね、やっぱり やり込みも相当なものなんで。まあやり込んでるからこそ速くなるね、あの反応ってやっぱあるので。そうですね、これ。あ、あどっち。微妙だな。あーダブルアップ。死ぬ、死ぬあるぞ。いやあー出しっぱなしにした、これは。おいあー黒岩さんでしょう。やっちゃいましたね。はい出てない人どうぞ。はいユッキーさん。ユッキー流。これなんか僕の聞いた情報によるとですね、ヒデさん、はい、あの滋賀県さんが結構買ってたらしくですね。え、あの黒岩さんに、あの関西に黒岩さんがちょっと行かれて。あーはいはい、滋賀県さんが。あーいやー滋賀県さんねーマジ。いやーでもねーやっぱねー滋賀県さんねー強いっすからね本当にマジで。でなおかつまあやっぱクソボンドさんとかとやってる可能性は高いと思うので。そうですね、うん、わかりますこれ。おい、さあ試合の方見ていきましょう。さあ鉄筋が波動だー。うまいからジャンプ多い。超強力からの、あ、中昇龍よ、あ、やばいやばい、ガードやばい。あ、惜しい。死なるぞ。あの、まあさ、まあ下がりたいところ。だー、やばい。あ、オカマが置いてある。今4連勝。コテくんちょっとこそって何、こうこって3万がちょっと引いてるのかな。あのね今ね素手間違えました。手って書こうとしたら損になってましたわ。ここで下がってきたぞ。大一気かの、これ多分超むずいと思うんですよ。これ難しい。もしロジズの下タイガーに6人だけど、まあそんな単純じゃないよね。まあそうですね、相手打つも絶対ある。だ ー, ー植えたいが下ここじゃない。うまい、うまいぞ。さあこれまだや分かんないぞ、安全圏内ではない。ああ、ワンチャンだー、重ねていく。今の重ねかなり強気だな。あやばい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 、ガードはやばい。あピオル、だー行ってない人、はい、
バイパー、ヒデ、黒い、あ、違う、トモダ、2回転も負けた。ちょっと、次の方は、焼き鳥カーシム。マイク誰かお願いします。俺もちょっと少しレバー触りたい。さあ、カワシムさんのエクサルシム、誰かマイクやって、お願いします。さあ、マイクはキティさん、またデイルロさん来たの。意外とやりたがるって。頑張ります。さあ、ここは福山先輩です。もう一丁3発目、うわー、続きか。どうすればいいんですか。いや、どうすればいい。なんでマイク持っちゃったの。取れたの。川島さん、あー、大一丁、あー、掴まれて、あ、先ほど投げました。偉いですね。フレーム、フレームやるぞ。フレーム、ファイヤー。ちょっと川島さんが立て直し感がある。そうですね。さあ、ファイヤーかの、どうまいぞ。あの、川島さんは、しゃがみ中盤のショーパンでパチッと落とすのが相当す、反射神経がもう気合が入った感じでボタン押せますよね。伝わってきますよ。ファイヤーでインテールの、あー、あと1個ドットの手、おー、ちょっとまだファイヤー読みの、そう、肩もですね、お腹当てて、テレポート、すげえバズるな。スーパン、これ結構見ちゃいますね。なんでマイクがちょっとフレーム大パンチなの、うまいぞ、あー、燃えて、でもね、全然、もうホンダはね、怖いですからね。あー、これは川島来たか、あるのか、あー、なかった。夏は川島さん一本。どうですか、ダルシムホンダ見て。いやダルシム強いですね。ダルシム強いですね。あと何言ってんの。黒岩の方が川島ダルシム第2戦、2戦目ですね。さあさあさあ、おお、歩いてきた。マジで、また落ちたから相手歩いたと思う。なるほど。あー、ピヨっちゃって、はいはいはい、おー、飛んであるのか、あー、なかった、残念、フラグでしたね。コメントはデレガさんなのかね。王朝、王一朝、あー、死なるぞ、あー、すごいラッシュですね。B 返し、あれはどうやって返せばいいんですか。返せない。川島さんが、あとはバイパーさん、ヒデさん、友田さん、焼き鳥さんですね。焼き鳥さん、さあ、お、友田さんが、これ次も期待できますよ。そうですね。あ、でもベガとは限らないからな。そうですね、企業系なんでね。うわ、お、竜があるか、お、そう、お、あ、あ、チュンリー、あ、あ、ベガですね。そう、友田さんはベガ、この、なんか、さあ、ベガ対ホンダ、これ黒いワンさんも負けれないはずだぞ。まあ、前回のこの位置は見ましたか。あ、見ました、見ました。どうだったの。いやー、獣でしたね。ちょっと待って、待って、頑張って、頑張って、これって、いや、さあ、試合に戻って、なんかハメがあるんですよね。ハメがあるんですよね。ちょっとね、今日デリバさん緊張してるので、ね、緊張します。最後が下がるぞ、2プラス3秒、ペースは友田さんだが、一発あるぞ、おお、投げを匂わしての、うわー、下が折って黒岩よくひっくり返した。すごいですね。諦めない心ですよ。大事ですね。僕はすぐ諦めちゃうんで、あ、なんかダメだっつって。よくないですね。大一丁、大一丁、あるぞ。あ、いやー、すごいな。友田と黒岩2連勝。ありがとうございます。バイパーさん、ヒデさん、焼き鳥さん、そろそろ準備よろしくお願いします。ライフはあといくつだ。さあ、指名されちゃうよ。さあ、
さん。ここでテリオさん、援軍、どん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 援軍が来ますね。どんどん苦しめちゃう、これ援軍が。テオさん、テオさん早く来てくれ。援軍システムなんですね。さあ今日は黒岩さん組で、黒岩さん VS 全員、倒すまでエントレス。次で残っているのがヒデさん、ワイパーさん、焼き鳥さん、中村さん、あと4人残ってます、ね、で私あの津田沼行った時にデルワさん出たの、であの2戦目出てすぐ死にました。あっさりあっさり、あ、まあ、処理られましたね。と黒岩さんと戦って以来もう本田戦がすごい苦手になっちゃったんですよ。どうやって勝つんですかって。いやそれわかんない、本人に聞いてもだ。キャラさが本当あるんですかって。もうコンピューター戦を続いているので、中村さんか焼き鳥さんか、はい、バイパーさんか、ヒデさん、よろしくお願いします。あ、はい、バイパーさん、焼き鳥さん、こっち来といてください。バイパーさん、焼き鳥さん、こっち来といてください。そうこう言ってる間に中村ブラッカーこれ中村さんですね。やってくれるんだ、ブランカーは。本当ブランカ使いの方は本当にね、もう粘り強いというか、そうなんですよね。何なんですかね、根性値が高いんですかね。キャラはどっち、これどっちが有利なんですか。もう全部福山さんに振ってきますから。これはやっぱり本題です。このブランカやってみるか。そうですね、ちょっと期待してみてみましょう。ビリビリ、お互いいけないんだよ ね。あの結構ね、時間をたっぷり使う感じというかね、うありますよね。おお、噛み返して、お、また壁に行ったかな。これ密かに長谷さんはちゃんと秒見つかった。ああ、そうですね、やっぱ見てますかね。そうそう、おお、一応おおっと、体力ゲージが逆転されて、あ、これはうわ厳しいかな。ああ、おお、いやなかなか、いやお互い体力見てるんだけどね。ですね、もうこっちが汗出ちゃいますね。汗が出ちゃう。まあ、もう脇汗がマイク持つと汗出ちゃうんですよ。張り物が、さあ張り手で大パンチ。お互いビリビリが、いや、そうですね。いや下でリバラン、おーっと、どっち、裏、うまいな。もう一度返して、あー、ピヨッタ、これはきついか、あー、一気に持ってった、すごいですね、ラッシュ力ですね。バイパーさん、焼き鳥さん、ヒデさん、そろそろ準備をよろしくお願いします。中村さんはこちらのか。バイパーさん来て、選んだキャラは、さあバイパーさんは、お、いやそれでもフォークですね。フォークとホンダはこれどうなんですかね。なるほど、フォークならどっちもお互い頭突きを持ってますからね。それは言うなっていう。あー、ペラナイト、うまい、おー、うまい、死なるよ、ごめんなさい、動きました、ショーパンチからの、おー、マジで、失礼します、カメラありがとうございます。バイバーさん、これ黒岩さんは諦めないが、バイバーさんは諦めなかった。おー、ここがしょうがない。さあ、どつこいして、ショーパン、うわー、タズツキ対空 でうわー、百裂が、これは ね、 そうですね、周りが、そうですね、まあ、取り返すよねっていう、難しいですね、うわ、ピチッと謎の判定が、結構やっぱり張り手がなかなか辛そうな感じがしますね。辛いと思うよ、これは。そう
と辛いんだけど辛いんだけどもやってくれる、バイパーさんはやってくれると。おお鬼無双、鬼でも無双でもあった。おうまく逃げて混んでるからの、おわうまいな、落としますか、大パン使って、うわいやでもまだまだコンボゲージありますね。うわここはよく見た、いや見てますね、しっかり見てますね。バイパーさんがさあ、あこれこれもスーパーリーチ来ました。次はさあ焼き鳥エソーグ、焼き鳥さんのエソーグですね。結構判定が違うんですよね、あのホークとエソークは全然違う、やっぱプレイヤーも違うもんね、うん、そうですよね。あなるほど、プレイヤーの癖も加味してってことですね。おーっと中足、やっぱちょっとあんまりこう近づかないんですね近づかないあそうなるほど、あ近づけないんですここなんか、おーおりむさんがロッ、失敗、100列からの、あーすごい両足の隙に黒岩のこれ、フォーク戦闘、やっおーおーあるかあるよ、おおあえてトマホはい打たない、うんこれで逆転で、おおしたか、いやすごいですね、手に汗握りますね、あったと思いましたけど ねそうですね、中足出してましたね。これでなんかちょっと、なんかこう、見合ってる感じですね、相撲だけに二度とお前ってことだじゃあ俺も必死なんですよ、あ、ほーとか言ってますよ、最後に使うぞ、ジャックパンで落として、いやこれ強いですよね、あのジャックパン強いですよね、すごい大変な割に、ケチしか減らないからね、うん、あーそうですよ ねまあ連打も大変ですもんね、う、うん、体力使いますよね、あれで連打終わり待ちもあるんだけど、うん、止まらないんだよ、そうですよね、カッパエビセンですか、うん怒られるな、本当に、おっ、大パンチ、おお回すんだ、あるのか、おお鬼無双、おお鬼無双、ここはトマホ、おお仕込みでしたね、素晴らしい、これはどう書けばいいですかね、あーそうかそうか、黒いワンホンダ VS 焼き鳥エソーグ第2戦、2戦目ですね、先ほどのここまでデリロさんどうなの、いやいい勝負ですね、手に汗握りますね、今のは逃げだな逃げだな、さあ打ったぞ福山先輩がきついですけどちょっとデリロさん、あのプッチンさんの声が似てるんですそうですか、あのそうですね、なんかなかなか自分の、ね、さあさあさあバリア張って、うん、ちょっと心配してしまいませる、そうですね、そろそろ体力は若干フォークリードですが、おお一直球、まあまあまあそうですね、フォークとしてはですね、うん、おお投げ返す、マジで、うおおいやーなんかやり返しますね、これはすごいすごいですね、序盤はやはり小パンチこすり合いからの若干なんかやはり押しちゃう、そうですね、黒岩さんが押している感じしますね、うん、おお、うまいスパイクで、おお、たまってましたね、うわー、やだろうな、リズム崩れるんだろうな、そうですよね、やっぱね、ダメージがね、うん、おお、そう、行かない、行かない、行かなかった今、いや大人の対応ですね、うん、おお、よく見てますね、垂直台で黒岩の取り返すぞ、さあ3ラウンド目です、はい、落として、おお、ちょっとやり方来てるよ、そうですね、流れがちょっとバイパーさんに、バイパン、ここしのげるか、
やーそうですね、おお当たって張り手が、おお読みだよ、来てますよ流れが、おお相打ち、おお読みだよ、取り手でしょ、素晴らしい、ちょっと、ボタントラブルですので、あ少し休憩、はいはい、わかりました、クロイバーホの第3戦、失敗に当たりクマフレになるよ、立ち上がりはねこういう静かな感じなんですけどもね、うん、おおマジで学習能力やっぱリード取られちゃうとこのジャックパンもちょっと嫌ですよね、うん、初めにリード取りたいって感じですよね、これで1ヶ月からの、さあこれは割とフォークがゆっくりできます、まああれですけど、おお。さあ時間もちょっとどこで行くんだ、難しいかな、うん、ソファン大剣からの黒馬いった、お、おー、ロだよ、あるぞ、置き攻め、おお。最後ここ、おお。あーいやー、すごい硬かったですね、僕絶対処理券出しちゃいますもうこれ帰って見返したらいいよね、何言うてんの、ほらデレローさんをいじめなって書いてます、いじめ、ありがとうございます、ロープ、中盤、あれ中盤なんだ、どうすか、あーっと恥ですよ、ちょっとねダウンの仕方がね、うん、ちょっとね、そうですね、惜しい、あ惜しい、いやでもだいぶ体力は、よく見た、はい、あー引っかかっちゃうか、そう行かない、そうなんです、あー行かない、おい、おー、あー、いやーこれは黒岩取り返したの、取り返しましたね、さて開幕、あーまあまあやっぱり間合いを取ってって感じですよね、うん、そうですね、取られたらまた出ちゃうから、やっぱり先にダメージ取った方が有利であると、そういうことですね、そっから取りに来たところを取る、あなるほどなるほど、おお鬼、鬼でも無双でもある、これリードされたって中田さん、これはもう本田ペースか、いやーそうせわー似てるな、おー素晴らしい対応でした、止めましたね、さあ焼き鳥さんが最後、今最後大将のヒデさんなんですが、はい、おーヒデさんですね、最終戦は、はい、一本選手で終わると、あそうなんですか、勝っても負けても一本で終わる、なるほど、なんかちょっとクイズ番組っぽいですね、ここでがこれ勝った方が勝ちっていう、なるほどですね一本勝負らしいです、そう、はい、そうこれ黒田さん勝ったら、ね、はい、全部直結、そうです、あのこの勝負に勝った方の陣営が優勝ということですね、いやそうですよ、これはですね、中継 VS 黒岩の最終戦、もちろん中継なのかな、そうですよね、あたわら投げ、おお選手を見てるよ、あ黒岩さんコメントも声援飛んでるぞ、やっぱり中継はクラゲですか、うん、相当厳しいのも、そうですよね、まあ、クラゲをひたすら打っていってってとこですかね、普通に飛んだら戦列とかスタイルが待ってるよね、そうですよね、うん、それでもいいんだよね、準備をリードしてると、あ、まあ、ヒデさんこのジャックパンチの対空がうまいですよね、ヒデさんやってると思う、ヒデ、うん、か、いやでもね、本当破壊力がね高いですからね、投げ、そう油断できないですよね、ど突っ込んできて、そう、あるぞ、そういうあるよ、おお、ロックが、おお、減った減った、いや今ちょっとお電話バレのヘリでしたね、ちょっとびっくりしましたね、ここからひっくり返すか、この女、さあ詰められるときつい、もういかない、テンションがすかすか、100列からの、さあよくタイマン勝負してると聞いてますよ、この2人、ね、聞こう、でこれでちょっと落ち着ける感じですかね、しかしこうなるとヒデさんのターンになる、聞こうでゲージも作りつつ、やっぱそうですね、いや、うん、ただホンダもゲージができたんですが、
そうですね、気候、もうそうですね、気候で垂直台形で、そうですね、力がね寄ってはきてるよ。そうですね、いや、お、前飛びが成功して、さけど、いやこれ見ちゃうな、さけ対空しっかり、おお、最後は空対空ですか。いやちょっと出たさ、見ちゃうな、いやなんでもね、あの、なかなかね、最終戦聞こう、おー、めっちゃ前出てくる、いや、ちゃんとテンション出してますね、素晴らしい。そう、前を広げて気候モードに移行すると、そうですね、そのときついで、ゲージもできると、うおー、百裂、これ、戦列絶対、そうですね、おおーっと、スピードが漏れちゃったかな、お、すごい、そう、さあ、でも、ここ徐々に近づいてきてって、もうなんかいろいろやってますけど、大量ゲージ、ホンダのリードなんですよね、これで、あれか、うん、これでビアトロですね、ほぼ5分か。うわーうわーあるぞ、うわー素晴らしい、パワーの輪が決まって黒いワンの勝利。さあ今回は、いや黒いワンさんの勝ち取りです。そうですね、すごかったですね、それでは、黒いワンさん、インタビューを一言だけ、よろしくお願いいたします。ちょっと今日本人だな、ね、今日は、それでは、二階陣さんにマイクを変わりますので少々お待ちください。じゃあ優勝はクロイオンさんということで、そうですね、はい、あ、じゃあこっからの試合ですが、うん、いいよいいよ、リベンジ戦、うん、あ、いいですよ、もう、あの、あ、本当にマイクありがとうございます、本当にマイク、あ、よかったっすね。やはり本田というキャラは可能性があります。あ、焼き鳥さん2連勝だもんな、強かったっすね、やっぱり。さあ、初めてのデリローさんマイクの引けたく、よかったんじゃないでしょうか。ヒデ君がリベンジに燃えている。まあ、これを数やればもちろん戦利有利になりますが、ワンチャン通しに来るからね。ドラム缶のせいでホンダもっと不利になってる気がする。2話目に次 DDA の次ユーリッツィ、なるほど。いや、デレローさんマイク初めてです。あーね、テンションはね、目の前で使っても迷うんですよね。この組み合わせは今後もまあ割り切れば結構まあいけるんじゃないかと思うんですけども、これでもうやっぱり今クロヨンさんが竜よりきついと、上から2番目にきついということを言ってました。DJ の次の日ですね。まあ気持ちわかるな。僕は龍のがきつい派ですね。あー、全部使ってるんですよ。間合いの詰め方、そしてそのタイミング、下と見せかけて上、上と見せかけて下、両方やらないと寄っていけない。掴んだら殺せるの、その掴むがね、ヒデ君とかってなると大変なんですよ。
うわー、ふざけやがって。さあこれですね、入れっぱでおくさあ終わってから勝ったんじゃ意味ねえから。さあまあ皆さん、あのロジアイ楽しんでいてください。ありがとうございました。お疲れ様です。ね、チュンリーは、強パンつかみからワンチャンあります。強パンつかみじゃないとダメなので、いや、あの大衣装だとダメなんですよね、ハマってくれないんで。ただし弾はでけえ、これ間違いない。遅い球を追っかけてくる上に、この強球が速い、そしてこの強球でかいんですよ、またしかも強球が消えてすぐ次打てるんですよね、これがまたひどいんですわ。貢献のためが速ければ速いほど本田はきつくなります。だから空対空も勝てないし、ひげ無双になっているのか。若干はダメだった、上りで 2の上り当たればいいんですけど、頭突きだと安いんですよね。やる、今のはうまい。さあ黒いワン頑張るんだ。まあ燃え尽きましたねこれはね。ライア73かな、 7はあるかな。マジでふざけてますよ、チュンリーって。両キャラみたいに考えてる人がいるのは信じられないぐらいふざけてます。これからは73でいいかな。DJ が 8かな、やっぱり。となると10が 6.5 とかでしょ、まあ、7.5 でもいいかもしれないけど、10が 6.5 か7でもそれと同じぐらい。そうするとガイルはやっぱり5分なんですよ。ホンダガイル5分節ですから。ちなみに下がったには有利です。でも飛び道具持ちだからきついってわけではないんですよね。ナルシムもいいとこ、いいとこ46とかじゃないですか。うわガイル5分じゃない。あ、僕いつでもホンダ側でやりますんで。じゃあもうあの試合楽しんでてください。お疲れ様です。
Shoot!
Round one, fight!
Fight!
Round one,
Hey!
You
Thank you.
Round 2, fight! Flash! Flash!